ワイヤレス TSV とは従来のワイヤーボンディング技術では接続数に限りがあり数十枚の半導体チップを重ねて一つのパッケージ内に収めることは現実的でないがワイヤレス TSV 技術では次回結合による間接的な接続によって SI 貫通電極と同様に三次元的に重ねられたチップの浄化管で高速信号を受け渡すことが可能になる ワイヤレス TSV の概念図複数のチップが積層され上下のチップ同士がワイヤレスで次回結合による通信で結ばれる図ではチップ同士は上下方向に隙間を開けて描いている上の台がコントローラであり配線は主にこれに集中される台同士が同じ位置で密着すると2つ目以下は電源線や設置線がワイヤーボンディングできなくなるので実際には チップ同士は互いにずらして重ねる必要がある。本技術はまだ試作段階であるが、すでに以下の特徴はほぼ目処が立っているとされる。動作原理チップの配線層を工夫して作り込まれた小さなコイル同士は電磁結合によって信号をやり取りする。不要な次回は配線層による金属の遮蔽板で遮断できる。図ではコイル間は離れて描かれているが、 互いの間隔はコイルの直径程度である。積層チップ間での信号の流れ高速通信を低消費電力で行うにはコイルは小さな方がよく数十枚のチップを上下に貫通するだけの次回を生み出せる大きなコイルよりも小さなコイルをジグザグに配置してリレーを行った方が効率的となる。図は下向きの通信であるが 同じコイルで送信回路と受信回路が切り替わり上向きの通信も行えるコイル通常の LSI プロセスを用いて微小なコイルを表裏面に磁界が向く方向で作成するごく薄に削られた複数枚のチップ同士を積層し上下のチップ間でコイルが対抗するように配置する送信受信送信アンプによって片側のコイルにパルス状の信号を加える キャリアによる変調を加えることなく、送信データをそのまま短いパルスとして、コイルに与えられる。対抗した2つのコイルを共振させるのではなく、トランスのように、次回結合によって、送信側のコイルのパルス信号は対抗する、受信側のコイルに伝えられ、受信コイルに生じたパルスは受信アンプによって、成形されて、優位なデジタル信号となる。 各コイルは送信アンプと受信アンプにつながれ、通信方向が上か下かによって、送信と受信の動作が選択される。つまり、半二重でのポイント2ポイント通信となる。配置と遮蔽送信コイルと受信コイルの体は上下のチップで対面する必要があり、チップごとの電源線や制御線をワイヤーボンディングする領域を確保しながら、単一のチップレイアウトで、 数十枚のチップを上下に接続するための工夫として、重ねたチップ同士を奇数番目のチップと玉数番目のチップで180度向きを変えて少しずらして重ねる。また、2枚ごとに90度方向に少しずらす。こうすることで1枚のチップを間に挟んで、送信コイルと受信コイルの体が対抗することになる。ただ、このままではコイルの体が上下に多数が連なり、 送信方向が一方に向けられなくなるので送信コイルの下または上に金属板による遮蔽板を設ける。この次回遮蔽金属膜は通常のボンディングパッドと同じものでよくコイルの間に挟まれたチップ状に適切に配置する。このような配置を行うことで単一のチップレイアウトでも上下4枚のチップが一組となって同じように連なりジグザグに上方向や 下方向での信号の流れが作られる。このような複雑な配置を取らずに多くのチップへ一度に信号を送れるようコイルを1、直線に配置する方法も考えられるが上下方向の最大通信距離がほぼコイルの直径程度であるため数十枚のチップの厚み分の次回を作るにはそれだけコイルが大きくなりコイルの占有面積が拡大してしまう。またコイルの遮蔽を コイル直近に置くと、渦電流によって送信出力が削がれるため、コイル体の間に1枚のチップが挟まれる配置を取り、その間のチップに遮蔽板を設けることで有効な送信出力を得ている。例えば 1mm 以下で向き合ったコイル間では、40GHz の電磁波の近接状になり、コイル間はトランスのように磁界結合によって信号が送られる。 コイルの直径程度の近接上から離れた電磁波は距離の3乗に比例して急速に減衰するのでチップ同士のコイルを並べておくだけで縦方向に対抗するもの以外の互いの渾身は極めて少なくて済む直列に対抗していても遮蔽板によって結合を遮断できるコイルであるので周波数特性によって動作速度に物理的限界が生じるが ごく微小なコイルなので、例えば1体のコイルで1 0 g b ット秒以上の通信速度が出せる。コイルを含む回路規模が小さく近距離を微小電流で情報をやり取りするので、DDR や XDR のようなチップのインターフェース回路と比べれば一桁以上、消費電力が少なくて済む。動作速度と消費電力は今後の縮小化によってさらに高速。 低消費になることが期待される。ワイヤレス TSV の試作例では、パケット通信を使用して、上下のチップ間での信号のやり取りを行った。0.18マイクロメートルの CMOS プロセスで、試作した半導体チップ上には、金属配線層によって、直径200マイクロメートルの微小なコイルや400マイクロメートルのシールドが作られた。従来だと十五本必要だった。 ワイヤーボンディングが電源線などの3本で済み、信号は次回結合によるワイヤレス TSV で送信受信された。最先端の高性能デジタル半導体の多くが発熱が大きく放熱の必要性から高集積な積層にはあまり向かないが、フラッシュメモリのようなメモリ半導体やアナログとデジタルの混載、プロセッサとメモリの積層。 非接触ウェハーテストや実装後のデバッグプローブへの使用が考えられる。次回を発生させるコイルの位置が異なるチップ同士でも2つのコイルをつなげただけの次回、インターポーザで中間接続することも行える。ありがとうございます。